もうマジで本当に泣けてくるぐらいにかかんないです。これは何だろうね、マス族だけどキングの子供なんかな。しっかりとパーマークが見えます。10センチぐらい腹に刺さっちゃったからね、まあ、リリースはするけどさ。こいつは引っ掛け釣りでかかるのにキングサーモンはかかりませんもうこの釣りわかんねえマジで。全然もうとりあえずリリースしましょう。いやほんと泣けてくるぐらいこの釣りが俺にはわからん。マジでわかんねえよ、ほんとわかんない。どうやったら釣れるんでしょう。跳ねるんだよこの目の前の、ね、足元の1メーター先ぐらいでもこうガボってやるわけ。あーなんか事故でもなんでもかかりそうな気がするけどね。かっわかんない、いるんだよ魚は。でもねかかんねえんだよね。何が悪いんだか全然わかんない。とりあえずそこは重りで取ってるし、コツ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 当てながらやってるし、でも完全に地元の人と同じやり方でさ、こうスーって流した後にクッっていうね、こういう殻合わせも今はやってんの。もう完全に地元釣りでさやってんだけどさ、かかんねえのよこれが。マジで困っちゃうぐらいに、泣けてくるぐらいに。本当なんかね、俺だけかかんねえのかっていうぐらいかかんない。なんでなんでしょう。全然この釣りの釣り方が全く俺には分かりません。一回交通事故で背中にキングの背中に一回引っかかったぐらいで、まあ恐ろしいほどかかりません。なんでって感じ。これはもうなんかね、カシロフに嫌われてる感じがする俺もうね、そんなね妄想を言いたくなっちゃうぐらい釣れません俺は。跳ねんのよほんと。岸からこの濁りの境目ぐらいだったり、あっちの濁りの先だったりと、特にねいる場所にこだわりは感じないな。かかんねえのよ。何が悪いの俺のって感じ本当に。結構こういう動かないでじーっと何回も同じことをやる釣りは非常に苦手なんですが、釣れません本当。俺はもともと釣りの才能はないけどさ、いやここまでないと、いやマジでへこみます。周りの人はかけてます、結構目につくぐらいしっかりと。それは釣れてない人ももちろんいるけど、半分ぐらいは。でもね3日間やってね1匹もまともにかかんないのはね、泣けてくる。いやかけてる人はかけます本当に。ただ俺には釣れない、わかんない。これ本当に本当に釣れないかもしれない俺にはキングサーモン。いやー泣けてきます。昨日ね動画を撮らせてもらったおじさんは今さっきパッと来てすぐ帰っちゃった。さっきのちっちゃいの見てビッグワンとかジョーク言いながら
ちょっとね素敵な紳士なんでね。いやーでも釣れません。もうちょっと頑張りますけど、正直ちょっとめげそうです。キングサーモンの釣り、ほんとめげます。これはほんとわかんねえ、なんなんだろうね。ベニは口に引っ掛けられんだけどさ、俺キングは引っかかんねえ、なんでだって感じです。ちょっと愚痴りながらもうちょっと頑張ります。